ティルトローター機 V-22 パリ航空省で飛行機形態で飛行する BA-609 ナサドライデン飛行研究センターで離陸する XV-15 ティルトローターとは垂直短距離離着陸のための手法の一つでローターを機体に対して傾けること翼ごと傾けるタイプの機体はティルトウィングというティルトローター機の歴史は1930年代に遡り 現在では数社の製品が実用化されている。さらに大きな内部空間を持つ機種は戦略上高い有効性を持ち、カナダ軍が創作級難用に採用を検討している。メガボルト -22 の導入を決めたイスラエル国防軍をはじめとした各国陸軍や空軍部隊の輸送、さらには優れた巡航速度と最大積載量を生かした。 平坦任務に活躍している。ティルトローターを装備した航空機は外見はプロペラ機に似ているが、ローターの角度を変えることでヘリコプターのように垂直上昇ができる。上昇後はローター軸を前方に向けて普通のターボプロップ機として飛行する。現在実用化されているのは、翼端のエンジンをナセルごと回転させる方式が主流である。この方式は、 翼端部のエンジンナセルとローター傾斜機構を支持するために翼構造を頑丈にする必要がある。一方、ベルイーグル I のようにエンジンを機体内に装備し、伝達軸を通して翼端のプロペラを回転させる方式もある。こちらは翼端部の重量が軽いのでローター傾斜機構や翼構造が軽量で済む。ベル V-280 はローター機部だけが、 エンジンがセルの途中から折れ曲がることで排気口が下を向かない設計となっている。両端にエンジンを装備している機種でも片方のエンジンが停止した場合に備えて主翼内に左右のプロペラに動力を伝達するための伝達軸がある。ヘリコプターに比べて最高速度が大きく航続距離が長い固定翼機と比べて短い滑走路で離着陸可能などの利点がある。 飛行中のターボシャフトエンジンの停止は致命的なので運用実績のある信頼性の高いエンジンが使用される傾向にある。1994年、軍用の V-22 オスプレイが生産を認められ、2005年9月19日にはアメリカ空軍向け CV-22 量産初号機の引き渡しが行われた。民間用ではオータムウィンター609が開発中である。 さらに2006年11月18日にアメリカ空軍へオスプレイ吸機が引き渡された。実験目的ではなく実戦部隊に対して配備されるのはこれが最初である。連邦航空局はティルトローターやティルトウイングなど推進装置の角度を変えることで垂直離着陸を行う固定翼機を1997年からパワードリフトというカテゴリーに分類し、 回転翼機とはライセンスを区別している。ベルヘリコプターでは、ベル V-280 の開発が進められている。ほか、一度は撤退した民間仕様のティルトローター機に再参入する可能性があり、アグスタウェストランドでは次世代民間ティルトローター機の構造がある。ティルトジェット機 EWRVJ101 ティルトウィング機ボード XC-142 アメリカが開発した X-22 のように通常のローターではなくダクテッドファンを傾斜させる形式の機体も存在する。ジェットエンジンを傾斜させるものはティルトジェットと呼ばれる。ドイツが開発した EWRVJ101 やアメリカが計画した D-188 などがティルトジェットを採用しているが、これらの機体は垂直離着陸用のリフトエンジンと、 ティルトジェットを併用している。エンジンとプロペラのみならず、主翼も同時に傾けるものをティルトウィングという。これらの推進装置を傾けることで垂直離着陸を行う飛行機を FAA では1997年からパワードリフトというカテゴリーに分類している。ありがとうございます。